ニュースをお伝えします。偉大な金正日総書記の朝鮮労働党中央委員会での活動開始54周年に際して、敬愛する最高指導者金正恩委員長の普及の著作、革命的な思想構成によって最後の勝利を阻むようなロシアのレッドプリント出版社から出版され、出版記念会が行われました。各国と地域の報道機関が朝鮮労働党と国家軍隊の最高指導者金正恩委員長がアメリカ合衆国大統領と歴史的な初対面と会談を行ったことを引き続き報じています。ネパールの新聞アルタンとルーマニアの新聞アゼロプレス、そしてブルガリア朝鮮友好協会の会報、ドイツ反対フォーラムのホームページ、現地指導のニュースと、全インド朝鮮友好協会、キム・イルソン・キム・ジョンウン全国ベラルーシ朝鮮人民の友の会、朝鮮との友好協会イタリア支部、ナイジェリアキム・イルソン・キム・ジョンウン主義研究全国委員会、エクアドル金正恩図書館、ブラジル共産党、ブラジル戦後政治研究センター、アジア地域父思想研究所の各ホームページに、2018年6月12日シンガポールで初の朝米首脳対面と会談が行われたことが載りました。ロシアのホームページ、イルクーツクブログスポットトースカルト、スペインのバスク父思想研究会、ポルトガル朝鮮友好協会、北朝鮮地方朝鮮友好協会、コンゴ民主共和国朝鮮思想研究全国委員会、ナイジェリアに本部のある朝鮮人民との友好連帯アフリカ地域委員会の各ホームページには、このニュースとともに金正恩委員長が朝米首脳対面と会談のため平壌を立ったこと、シンガポール共和国に到着して首相に会い各所を見学したこと、朝米首脳対面と会談を成功裏に終えて帰国したことの詳細が載りました。マスコミ各社は金正恩委員長の写真を共に載せています。ニューデリーで偉大な金正恩主席をしのぶインド委員会が発足しました。委員会は6月15日から7月10日までしのぶ期間とし、主席の聖なる革命的生涯と朝鮮革命と世界の女子会運用に尽くしてなした不滅の業績をマスコミを通して広く紹介し、主席をしのぶ集いや討論会、写真展、講演会など政治文化の催しを行うことにしました。シリアのダマスカス大学政治学部講座長とタイ父思想研究会会長がそれぞれ談話を出しました。談話は、6月19日は偉大な金正恩総書記の朝鮮労働党中央委員会での活動開始54周年になる日だ。総書記は朝鮮労働党を強固な統一団結に基づく不伐の党に作り、指導者と党、大衆の一心団結を盤石の形に置いた。先代の指導者たちの意味を立派に受け継ぐ意志に燃える朝鮮人民の最高指導者金正恩委員長により、今年の4月27日パンムンジョム宣言が発表され、6月12日は史上初めての朝米首脳対面と会談が行われた。世界で最も傑出した指導者たちに導かれる朝鮮人民は自ら選んだ道を揺るぎなく進むだろうと述べています。共和国の観音堂に大規模な育苗場が新設されました。24日現地で竣工式があり、朝鮮労働党中央委員会オーソヨン副委員長と関係者が出席し、建設に尽くした人たちと科学者、技術者、道内の党、政権機関、工場、企業の人、剣道者、育苗場の従業員が竣工式に参加しました。カゴン道人民委員会のハン・サンジュン委員長が竣工の辞を述べました。富士を森のように公園のように作る愛国の思いで、道内の勤労者は自力創生、国区奮闘の革命精神を発揮して、数十ヘクタールの面積にプラスチックパネルのハウスや野外栽培、円形挿し木、種子の選別及び箇所の各エリアと管理庁舎、総合サービス施設、住宅などを立派に建設しました。
育病場には苗木の栽培に最適な条件と環境を保障できる統合コントロールシステムが構築され、苗木の生産の科学化、工業化、集約化が実現しています。共和国で新しく開発された先端製品のナノ抗菌性エポキシ樹脂塗料が広く利用されています。この塗料は病原性微生物の滅菌率が 99.5% 以上、太陽光紫外線の防止能力は 80% 以上で、以前のエポキシ樹脂塗料に比べ耐用年数は倍以上です。この抗菌性塗料は先日国家特許に登録され、保健医療部門と食品加工部門など各分野で広く利用されています。一方、抗菌性材料の応用対象をエポキシ樹脂塗料だけでなく全ての塗料にも適用して、その用途を拡大するための研究も深められています。初産のキムチク工業総合大学で工学教育の特性を生かした新たな教育方法を編み出しました。この教育方法は、学生が在学中に自ら構想、設計して制作と運営まで行う教育型授業の過程を経て、実践能力、創造能力を高める革新的な方法です。大学では教育内容の実用化、総合化、近代化のレベルをさらに高め、教育手段と手法、教授法を巧みに結びつけて、新たな教育方法が現実で功を奏するようにしています。新たな教育方法の導入により、学生の工学心が著しく高まり、開発、製造などの方法を育てる上で多くの成果が収められています。スウェーデンのケント・ロルフ・マグヌス・ハシテテ政府特使一行が25日、空路ピンヤンに着きました。朝鮮人民の正義の戦いに連帯を表する集いがチェコでありました。チェコスロバキア共産党、ペクトーサンチェコ朝鮮友好協会、チェコチュチェ思想研究具現会など、諸政党団体の人のほか、市民多数がこれに参加しました。チェコスロバキア共産党中央委員会副書記長であるペクトーサンチェコ諸村友好協会第一副会長は、諸村人民が社会主義建設と国の統一意義を目指す戦いで驚くべき成果を次々と収めていることを心から祝う、尊敬する金正恩委員長の宣伝された導きのもと、諸村人民が先代の指導者たちの構想と願いを実現し、必ず最後の勝利を達成するものと信じてやまないと述べました。スウェーデンでは諸村人民の正義の意義を支持する団体の声明が採択されました。南諸村のインターネットメディア統一ニュースによりますと、低身体問題対策協議会が19日スイスのジュネーブで各国の旧日本軍性奴隷被害者とともに性奴隷問題の解決のための連帯活動を展開しました。労働新聞26日付に、南諸村で行われた地方自治体選挙の結果が見せるのは、と断したリ・ヒョクチョルさんの個人投稿が載りました。文はこの13日、南朝鮮で第7期地方自治体選挙と国会議員補欠選挙が行われた。自由韓国党をはじめ保守勢力は、何としてもこの度の選挙を没落していく自分たちの強運を収集し、権力の返り咲きの足場を作る絶好のチャンスにしようと暗記の限りを尽くした。しかし、地方自治体選挙と国会議員補欠選挙で、民主改革勢力は圧倒的な支持を受けて勝利し、反面保守勢力は大惨敗を喫した。この度の選挙の結果は、歴史の歯車を逆戻りさせようとの反民族集団に課された怒る民意の懲罰だ。南朝鮮人民はこの度の地方自治体選挙で保守集団に大惨敗を被らせたその党首規制を緩めることなく、別室の反動勢力を完全に葬り、朝鮮半島の平和と繁栄、国の統一のための戦いにさらに力強く立ち上がるだろうと述べています。以上でこの時間のニュースを終わります。
担当は関村市チェジョンイルでした。こちらは著作の再放送です。子どもたちは国の王様として大事にされ、未来の担い手に育てられています。祖先の現実は、新しい世代のために全てを尽くした弾圧の短期的の献身の歴史を離れて考えられません。1961年、1972年5月のある日、金日成主席は子どもたちの芸術公演を見ました。主席は演目が変わるたび一番先に拍手しました。白本ソロのための器楽重奏が終わった時です。主席はあの少女が白本を上手に弾きこなすと言ってアンコールしました。多感な拍手喝采が送られる中、白本の演奏は続きました。公演の後、主席は歓呼する子どもたちに手を振って応え、明るい微笑を送りました。そして周りの人たちに、子どもたちと一緒にいるときが一番嬉しい、公演を見ると10年が若返るようだと言いました。仮庭に玄関のバーを出ていた主席は、その少女をまたも呼んで、歌を稽古に励んで立派な音楽家になってほしいと将来を祝福しました。その後も主席はその少女についてたびたび聞き、深い関心を向けました。恵まれたのはその少女だけではありませんでした。国中の子どもたちに一斉に新しい制服を無料で供給するよう国家の措置も取り、新しい制服姿の生徒たちに会いたくて遠い山村の学校まで訪れて写真も撮ってあげた主席でした。また国の至るところに少年宮殿と少年会館も立派に建てるようにして、子どもたちの才能を伸ばしてあげました。現地指導の時は多忙の中でも道端に車を止めて、生徒たちのカバンを開けてノートや鉛筆の質も見て、子どもたちの希望についても聞きました。いつかある訪朝客が、無料治療と無料教育はもとより国家が子どもたちに制服まで供給する現実を目撃して、指摘にこう聞いたことがあります。その多くの金を何の代価もなしに無料で支出しているようでは、国家が損失を被るのではありませんか。その損失はどのように補いますか。その時主席は、人民のために被る国家の損失は損失ではない、新しい世代のためにもっとたくさんの損失を被るほど我が国家はもっと大きな満足を覚えると答えました。それで祖先の子どもたちは今もこう歌っています。我らの父は金日成元帥と。深い思いやり、交代してお話しました。聞き逃れの集大に交代してお話しします。周知のように6月13日、南朝鮮で地方自治体選挙が行われました。自由建国党をはじめ保守勢力はこの選挙を機に、何としても破滅の危機を招かない、政権への返り咲きに有利な局面を迎えようと必死になりました。しかし南朝鮮人民から攻め弾きされた保守勢力は、選挙で史上類を見ない大惨敗を喫しました。17地域の広域市長、同知事選挙の結果、自由韓国党は、評伝だという釜山と京山南道でまで与党候補に敗れ、かろうじて当選したのは、テグ市長と京山北道知事だけです。地方自治体選挙とタイミングを合わせて行われた12カ所の国会議員補欠選でも、わずか1席を手にしました。各地域の教育庁の選挙でも保守勢力は進歩勢力に大敗しました。それこそ自由韓国党は今回の選挙で経験の大惨敗を喫しました。ところが自由韓国党は
地方自治体選挙を通して明白に確認された民意を直視し、歴史の舞台から消されどころか誤り刷新などといって敗北を挽回し、活路を見出そうと躍起になっています。6月15日、自由韓国党は国会の前で自分たちの過ちを誤る内容のスローガンを掲げて、平誤りに誤る芝居を演じました。先日は院内報道官を通して、惨憺たる現実を前に謝罪する、生まれ変わるまでのビジレイクで背を向けた民意を引きつけようとしました。この反民族の党の院内代表は、選挙結果を謙虚に受け入れると誤認を取って、いわゆる革新についてまたもや運命しました。振り返ってみますと、南朝鮮の保守勢力は民意に爪弾きされて、政治的リスクが大きくなるたびに、いわゆる刷新を唱えました。しかし変わったのは一つもありません。かえって機代の逆賊、出来損ないのパク・クンヒに頼って、大国追従と売国、発射暴圧、不正腐敗、反人民の圧政、同じ民族との対決に共犯し、民族に罪の上塗りだけをしました。最近の自由韓国党は、南朝鮮各界が熱烈に支持し歓迎する歴史的なパンムンジョム宣言を悪辣に中傷し、その履行を阻もうと躍起になり、少しも変わらない対決の本性をことごとくさらけ出しました。今、保守勢力の三文劇に南朝鮮各界がムカつき、連勝を浴びせています。先日、南朝鮮のハンジョレ氏に、平誤りに誤っても信じられない自由韓国党という記事が載りました。自由韓国党が平身抵当して誤ったのは1、2度ではない、すでに10回は生まれ変わるべきであった。冷たい大理石の床にひざまずく自由韓国党の国会議員を見て、心からの反省でなく見せかけに過ぎないというのが、大多数の民衆の率直な思いだ。自由韓国党がいかに反省と刷新を唱えても、憎むべき民族の裏切り者の醜悪な本性は絶対に変わらないということを、南朝鮮人民ははっきりと見抜いています。南朝鮮の保守勢力は、巨大行動して民意をこれ以上愚弄するのでなく、直ちに歴史の舞台から消え去るべきだと、南朝鮮の各界は叫んでいます。聞き逃れの集大、高台市とお話ししました。